あなたはこの世で一番権力を持っているのは誰だと思いますか？遡ることおよそ11年前の2012年5月30日、イギリスのとある豪邸、高級そうなスーツに身を包んだ2人が握手を交わしています。我々の提携は歴史的な出来事と言っても過言ではないだろう。その通りですな。一体彼らは何者なのか？実はこの二人は世界有数の大財閥ロスチャイルド家とロックフェラー家の人間。両者の総資産はそれぞれ、ロックフェラー家が37兆円、ロスチャイルド家に至ってはなんと約5兆円。その資金力から世界を操っているとも言われています。しかしそれは大きな間違い。なんと彼らのバックにはさらにさらに巨大な組織がいたんです。その組織が保有している財産はなんと世界の富の 99%。 プレゼンテッドバイアルゴメトリー。オソス、ケンちゃんです。前世はヨーロッパの貴族ヤミコです。アニメアルゴメトリーでは、本当に実在したかどうかわからない世界中の都市伝説や超常現象について真相を深掘りしていきます。今回ご紹介するのは、大財閥のロスチャイルドやロックフェラーを束ねているというとある組織について。ロスチャイルドやロックフェラーならなんとなく名前は聞いたことがあるけど、その上にも組織があるの？そうなんです。しかもその組織はある恐ろしい計画を企んでいると言われています。まずは世界でも有名な大富豪ロスチャイルド家の歴史を見ていきましょう。金融の天才。遡ること270年ほど前の1750年頃、神聖ローマ帝国フランクフルト、現在のドイツにあたるこの町に寂れた一角がありました。ここは通称フランクフルトゲットーと呼ばれる場所で、当時迫害の対象となっていたユダヤ人を隔離しておくためのスペースです。そのフランクフルトゲットーの路地裏を父親と共に歩いている少年がいました。彼は父親に問いかけます。ねえ父さん、どうやってお金を稼いでいるの？彼の父親は古銭を販売する仕事をしていて、その影響から彼は幼くしてお金に興味を持っていたそうです。そんな彼は13歳にして銀行家に弟子入り、お金のノウハウを学びました。そして19歳にして父親の事業を任されるまでに成長したのです。そんな彼の名前はマイヤー・アムシェル・ロスチャイルド。ロスチャイルドってことはあのロスチャイルド家の創始者ってこと？まさか300年くらい前までお金持ちじゃないなんて思わなかったわ。本当ですよね。そしてここからマイヤーの成り上がり人生がスタートするんです。事業を引き継いだマイヤーがまず取り組んだのは人脈作り。当時のヨーロッパの貴族の間では古銭の収集が流行っていて、マイヤーは古銭を販売しつつ貴族たちに取り入っていたんです。私はまだまだ勉強中の身ですので、ご指導のほどよろしくお願いいたします。こうした謙虚な姿勢を見てマイヤーを気に入る人物が現れました。マイヤー君だったかな。賢い上に礼儀も知っている。気に入ったよ。彼は貴族のヘッセン・カッセル・ビルヘルム9世。彼はローマ帝国で一二を争う富豪として知られていました。そんなビルヘルム9世はマイヤーに資金の運用を任せることにします。一見壮大な仕事に聞こえますが、ビルヘルム9世には資金運用を任せている人物が何人かいて、この仕事自体はそれほど特別なことではありませんでした。しかしこれがきっかけでマイヤーは巨万の富を築いていくことになります。これだけでもすごい出世じゃない。当時迫害されていたユダヤ人にもかかわらず資金運用を任されるというのも彼の賢さを証明しているとも言えますよね。1770年、マイヤーは26歳の時に結婚、5人の息子を授かりました。そしてこの5人の息子がロスチャイルド家の成功に大きく関わってきます。彼らが大きくなるとそれぞれをドイツ、イギリス、フランス、イタリア、オーストリアに派遣、各国の主要として貸金業を始めさせました。さらに息子たちにそれぞれの国を結ぶ貿易ルートを開拓させることにも成功します。これだけでもすごいんですが、息子たちはそれぞれの国の政府と強力なコネを作ります。そしてついには平民でありながら貴族の称号を得るんです。こうしてわずか2代で迫害される立場から貴族へと上り詰めたロスチャイルド家ですが、彼らのサクセスストーリーはこれにとどまりません。各国にコネを作ったロスチャイルド家はお金では買えないとても貴重なものを得ました。その貴重なものとは情報。彼らは各国で情報を収集し共有することで利益を上げていったんです。
情報？それでどうやって稼ぐのよ。競馬の八百長情報を入手するとか？そんな小さい規模でやっていないですよ。でも闇子さん、考え方は近いです。では情報で儲けた有名なケースを見ていきましょう。1815年6月18日、ワーテルローの戦いが開戦しました。この戦争はナポレオン率いるフランス軍とイギリス、オランダなどの連合軍との戦いです。するとイギリスにいたマイヤーの息子ネイさんは各国の兄弟たちと連絡を取り合います。フランスの様子はどうだ？その時ナポレオンは何と言ったんだ？そしてある情報を得たネイさんは作戦を実行に移します。まずネイさんが行ったのは、自身が持つありったけのイギリスの国債や株の売却。これに対し周囲の投資家たちは当然疑問をぶつけます。ネイさん、いきなりイギリスの株を全部売るなんて何を考えてるんだい？するとネイさんはこう答えました。ここだけの話だけどな、ワーテルローの戦いはフランスが勝つらしい。つまりもうすぐイギリスの国債や株はゴミ同然になるってことだ。この衝撃的な情報はあっという間にイギリス中に広がりました。結果国中の投資家が売却し、イギリスの国債や株は大幅に下落してしまったのです。その様子を見たネイさんはちょろいもんだ、そう舌なめずりをしていました。なんとネイさんは下落した国債や株を再び大量に買い占めたんです。なぜそんなことをしたのか。実はネイさんが握っていた情報とはフランス軍の敗北が濃厚という全く真逆の戦況でした。つまり自身の資産を売り、デマを流すことで一旦株価を下げたのです。そしてほどなくしてイギリスの勝利が伝えられると、株や国債の価値は再び上昇。このテクニックで彼の資産はなんと2500倍になったんです。一説にはネイさんの資産は現在の日本円で数億から数十億円以上になったそうですよ。ネイさん、恐ろしい子。そして驚くべきは増えた資産額だけではありません。ネイさんは買い占めによりロンドン証券取引所に上場されている株の 62% を保有することに成功。こうしてイギリスで圧倒的な影響力を手にした彼はイングランド銀行の実質的支配者になりました。そんな息子たちの活躍もあり、資産を爆増させたマイヤー、次に彼が考えたことは資産を保持し続けるということでした。そのため彼は晩年になるとあることを息子たちに命じます。それは近親結婚。マイヤーは息子たちがよその家の女性と結婚することで彼女たちに資産が渡ることを恐れたんです。それだけでなく、さらにマイヤーは女性は資産相続禁止というルールも定めました。そんなマイヤーの頑張りもあってか、ロスチャイルド家の資産は右肩上がり、現在に至るまで世界有数の財閥として存続しています。そこまでして資産を保とうとするなんて銭ゲバじゃない。人は何かを手に入れると手放したくなくなるものなんでしょう。では次はもう一つの大財閥、ロックフェラーについて見ていきましょう。ロスチャイルドとロックフェラーの歴史を紐解くと、ある不可解な共通点が見えてくるんです。アメリカンドリーム。今から170年ほど前の1850年頃、ニューヨークの路地裏を駆け抜けていく少年がいました。その手には大量の食材が抱えられています。彼は幼い頃から父親によくこう言われていました。浪費は貧乏を招くぞ。その影響もあってか、少年は近所の人のお使いをしてはお駄賃を稼いでいたんです。そんな彼は16歳にして簿記を習得。その後サラリーマン生活を経て20歳の若さで製造委託会社を起業します。彼の名前はジョン・D・ロックフェラー。ロスチャイルド家のマイヤーもすごかったけど、ジョンも負けてないわね。そうですね、16歳で簿記ってかなりすごいですよね。でもお金儲けが好きってことはマイヤーみたいにかなりがめつい性格だったんじゃない？それは偏見ですよ、ヤミコさん。実はジョンは会社員時代も起業してからも給料の 10% を寄付していたそうです。そして彼はあることをきっかけにのし上がっていくんです。起業して間もなくの1859年、何気なく新聞を見てくつろいでいたジョンはある記事に目を留めました。その記事が伝えていたのは、初めて石油の発掘に成功したというもの。当時は産業革命前で、現在ほど石油は重要視されていませんでした。しかしジョンは確信します。いずれ石油の時代が来るに違いない。しかしここからがジョンの賢いところでした。通常であれば石油の発掘に乗り出しそうなものですが、彼が思いついたのは違いました。これからの時代は、製油ビジネスだ。発掘では石油が掘り当てられるか分かりませんが、石油を扱う上で不可欠な精油なら、ちゃんとした設備さえあれば確実に儲けられますからね。
こうして1865年、ジョンは自社の持ち株を全て売却。当時存在していた製油精製所26のうち22を買収し、スタンダードオイルオブオハイオという会社を設立します。それからジョンは次々と精製所を買収し、勢力を拡大。やがてアメリカの石油の 90% をコントロールするまでになりました。しかしジョンのやり方は一部から非難を集めることになってしまいます。ジョンは金に物を言わせて市場を独占している。しかしジョンはここでも切れ者でした。彼は非難を免れるためにスタンダードオイルオブオハイオを廃業し、代わりにスタンダードオイルトラストを設立したんです。何よ、名前が変わっただけじゃない。一見そう感じるのも無理はないんですが、会社だったスタンダードオイルオブオハイオとトラストであるスタンダードオイルトラストには大きな違いがあるんです。ここで本日のメトラキーワード、トラストについて。トラストとは同一業種の企業同士が株式を持ち合うなどして一体化することを指します。協力し合うことで生産コストを抑えられるなどのメリットがある一方、生産上の独立性を失ってしまうというデメリットもあります。ちなみによく混同されるカルテルとは別物です。カルテルは一体化はしないものの、価格などについて協定を結ぶことを言います。一社で市場を独占していると非難されたロックフェラーは、あくまでも複数の企業の連合体であるトラストという形態を取り、市場を独占していないように見せかけようとしたんです。ちなみにこれはアメリカ初のトラストと言われています。なるほどね。賢いというかやっぱりずる賢いじゃない。結局はジョンが市場を独占していますからね。こうして見せかけのトラストの結成で非難を避けたジョンですが、大きな横槍が入るんです。1900年代に入ると自動車が普及し、ジョンの読み通りに石油の需要は増加。スタンダードオイルトラストもますます利益を上げていきます。しかしこの独占は長くは続きませんでした。製油は儲かると気づいた企業が続々と参入してきたんです。そこにはすでに巨万の富を得ていたロスチャイルドなどの財閥もいました。それだけでもジョンには大打撃だったんですが、さらにシャーマン法という法律が制定されてしまいます。このシャーマン法というのはトラストによる市場の独占を禁止する法律。もちろんジョンは反論しました。私は市場の独占などしていません。トラストは互いに助け合う企業の集まりに過ぎません。しかし聞き入れられず、1911年にスタンダードオイルトラストは解体されてしまったんです。ですがジョンはこれすらも想定していました。彼はこんなこともあろうかと、仮にトラストが解体されても各社の株から莫大な利益を得られるように調整していたんです。その後ジョンが亡くなるとビジネスは孫たちに引き継がれました。彼らは現在銀行の CEO や副大統領として活躍しています。こうして名門ロックフェラー家が誕生したんです。羨ましいわね。私もロックフェラーの孫になりたいわ。そりゃ僕だってなりたいですよ。ところで忘れかけていたけど、ロックフェラーやロスチャイルドより上の組織って何なのかしら。お待たせしました。いよいよ彼らの謎に迫っていきましょう。彼らのことを知ると皆さんが感じたかもしれないある違和感についても解消されるはずですよ。上には上がいる。世界的な大財閥として君臨しているロスチャイルドやロックフェラー。しかし彼らの裏で操っている組織があると言われているんです。それがスイスの十二貴族。十二貴族？貴族が十二集まってるってこと？ヤミコさん、その通りです。一体スイスの十二貴族とは何者なのか、その成り立ちを見ていきましょう。ロスチャイルドが台頭するよりもはるか昔の1200年頃、古代ローマ帝国の宮殿にはある男性に頭を下げ懇願している男がいた。すまない、あと少しだけ頼めないだろうか。すると男性は大きくうなずき、こう答えた。ふむ、条件次第で考えないこともないですぞ。条件次第か。宮廷で頭を下げる男の正体はなんと皇帝。そして皇帝に上から目線で話す男性は貴族のシェルバーン伯爵。彼は皇帝にお金を貸してほしいと頼まれているところだった。最終的にシェルバーン伯爵はこう答えた。あれを担保にするなら金を貸してあげましょう。シェルバーン伯爵が言うあれとは一体何なのか。それはなんと古代ローマ帝国の領土。なんで皇帝がお金を借りるのよ。お金持ってそうなのに。不思議に思いますよね。その訳を詳しく見ていきましょう。
当時ローマ帝国の領内では次々と反乱が起こっていました。これにより国益が減り、財政は悪化。しかし反乱を抑えるためには兵士を雇うお金を用意しなければなりません。そこで皇帝はお金を持っている貴族から土地を担保にお金を借りていたんです。この時皇帝にお金を貸していたのがシェルバーン一族をはじめとする後に十二貴族と呼ばれる者たちでした。それからほどなくしてスイスで火薬が取れるようになると、貴族たちはローマ帝国に抵抗できる武力を求めてスイスに移住。資金に広大な土地、そして武力を手に入れた彼らはスイスで独自の世界を築いていったんです。いつの世の中も金を持っている人間が一番強いのかしら。確かにそうなのかもしれませんね。こうしてお金を貸し付けては資産を増やしていった彼らは、次に我々も聞き覚えのあるあるものを作ったんです。スイスの十二貴族たちはどんどん増えていく巨万の富をどう運用すればいいか悩んでいたようです。そこでシェルバーン家の人間がこう提案しました。一箇所にお金を集めて投資してみてはどうだろうか。こうして始まったのがスイス銀行なんです。ここで少し思い出してほしいんですが、ロスチャイルドやロックフェラーにはあるおかしな共通点があります。それはお金の出所が不透明ということ。両者は先見の明がありましたが、そのアイディアを実現するためにかなりの額のお金を使っていますよね。あれは全て自分たちで賄ったものだと思いますか？実はこれらのお金、十二貴族から借りたものなのではないかと言われているんです。つまりロスチャイルドとロックフェラーの躍進には十二貴族の存在が必要不可欠で、今でも頭が上がらないようなんです。ここでメトラの皆さんは、ロックフェラーやロスチャイルドはもう十分資産を持っているのになぜ反抗しないんだと思ったのではないでしょうか。しかし結論から言うと、それは不可能なんです。なぜなら十二貴族の中には軍事企業を支配するアイゼンベルグ家、麻薬を使って人を廃人にしテロリストや殺し屋に仕立てているサボイ家など、お金以外の要素で人を支配する貴族もいるのです。彼らは強大な武力を持っていて、逆らえば命はないというわけです。何よそれ、チートすぎるじゃない。平和なイメージが強いスイスにそんな怖い人たちが暗躍していたなんて。スイスは永世中立国として戦争に関与しないので平和というイメージがありますよね。実はそこにもスイス銀行が深く関係しているんです。スイスで戦争を起こさないようにすることでスイス銀行の安全を担保し、お金を預けてもらいやすくしているんです。なるほど、本当に金持ちはあの手この手を考えるわね。ヤミコさん、ここで驚くのはまだ早いですよ。十二貴族にはさらにヤバい噂があるんです。十二貴族の目的。十二貴族はスイス銀行による投資で資産を増やしていますが、他にもあるビジネスで資産を増やしているんです。一体どんなものなのか見ていきましょう。ある時ロスチャイルド家にこんな連絡が入った。CIA によると戦争が始まるようです。連絡してきたのはイギリスの情報機関 SIS のエージェント。実はシェルバーンはイギリスの情報機関 SIS の創設者で、 SIS を通じて各国の情報機関を牛耳っているのだ。そのため CIA の情報も筒抜けだ。知らせを受けたロスチャイルドは両国の政治家に連絡を取り、こう申し出た。私どもが資金を工面しましょう。すると両国の政治家は、ありがとうございます、好意に応えるためにも必ず勝ちます。面白いようにこれに飛びついた。恐ろしいのはこれは絶対に儲かるビジネスだということだ。なぜなら勝った国は賠償金から返済してくれるし、負けた国は担保にした土地で支払ってくれるからだ。こうして得た資金や土地はロスチャイルドの手によってスイスの十二貴族に渡ることとなる。そう、つまり十二貴族のもう一つのビジネスは戦争ビジネス。え？じゃあ戦争をけしかけてるっていうこと？なんで警察はこんな奴ら野放しにしているのよ。ヤミコさん、ここまで聞いても警察が彼らの傘下にいないと思いますか？ちょっと？まさか。メトラの皆さんは国際刑事警察機構、通称 ICPO をご存知でしょうか？実はこの組織を作ったのもシェルバーン家。つまりシェルバーン家は各国の警察組織をも牛耳っているんです。このように経済や治安を掌握し、世界中で暗躍し続けている十二貴族。そんな彼らには実はある最終目標があるんです。それはワンワールド政府。ワンワールド政府というのは十二貴族を中心とする一つの政府が世界全てを統治するというものです。そしてこの目標達成に向けて暗躍しているとされる秘密結社があります。それはフリーメイソン。
フリーメイソンとは様々な都市伝説でおなじみのあの秘密結社。実はシェルバーンはフリーメイソンのリーダーでもあり、ワンワールド政府計画のために秘密結社を利用しているようなんです。詳しい活動は謎に包まれているんですが、なんとも恐ろしい話ですよね。果たしてワンワールド政府が樹立される日は来るのでしょうか。